前回写真海のとかビデオ撮ったのは前回お話した平戸にね行った時の僕が撮った写真とビデオで何やったんです平戸の島なんですよ、九州のね。はい。で千里ヶ浜っていうかな、海水浴場がそこめっちゃ綺麗でね、子供の時は行ったんですよ、僕は親父に連れられて。ただね、小学校3年4年で行ったんで、もう記憶はないんですけど、あとね、すっごい綺麗な海岸でね、名前が面白いからすごい覚えてたんですけどね、ネシコって海岸があんね。すごない？ネシコ海岸。恐竜いそうやろ。そこに恐竜いたら絶対ネッシーやん。ネシコ海岸って、そこも海すっごい綺麗かったんですけど、平戸はね、海綺麗なんで、そういう海岸で、多分、あんま有名じゃないですよね。多分人も減ってると思うし、松浦市っていうところにその青木のね実家があるんで、なんか松浦市の市役所に行ったら、はい、移住してくれませんかって言われたからね、人が減ってるみたいで、まあ、姫路も減ってるみたいですけど、あと河内かまぼこっていうかまぼこが有名でね、あの辺ストローで巻いたようなかまぼこなんですよ。いっぱいストローで巻いてるストローかまぼこって言ってたんですけど、子供の時これが美味しくてね、で子供の時食べたからかな。姫路もね、練り物有名やから、でも僕かまぼこなんか全然好きじゃないんですよ。ちくわの方が好きなんですけど、でもそのかまぼこだけ美味しくてね、でもそこに行かないと買えないし、今回も実家と姉ちゃんとこに送ったんですけど、かまぼこ1個100円なんですよ。だからそんな高なくて、まあ、10個食っても1000円やけど、送料が1500円ぐらいかかるからね。でも美味しくてね、そういうなんか子供の時のね、記憶ってすごいね。本当に昔平戸は今大橋っていう橋がかかってるんですけど、僕最初行った頃船で行ってたからね、平戸まで。で、タビラ平戸口っていう電車は日本の一番、九州最西端かの、とこで、そういうとこから、まあ種らけが生まれてという、で2回に引き続き、私の遺伝子の話をしてきましたが、不思議やな、ほんまこんなん想像してるとね、大金持ちやったっておじいちゃんは言うてたけど、それは分からないですけど、ひいじいちゃんがそれを潰したみたいなことを言ってましたけど、まあまあ、そういう2週にわたり、はい、私の遺伝子の話をしましたが、僕の遺伝子のつがれを感じながら、今夜はですね、11日にやるライブの、相方のギタリスト、森さん、僕初めてなんですけど、もうガチガチにちゃんとクラシックを勉強してはる人なんで、僕なんか足元にも及ばないんですけど、ものすごい一緒にやりたかったので、ちょっと楽しみにしてるので、ちょっとその森さんとちょっと打ち合わせ込みでちょっと軽く飲みに行きましょうか言ってるんで、ちょっと今日終わって、どんなライブしましょうよ話をしてきますんで、11日ぜひ東京の方に来ていただけたらなと思ってます。命を抱きしめ生まれた僕らの遺伝子、たどれば海へと続くだろう。懐かしい気持ちが溢れて気づいたオルカの背中はそんなに遠くない。散々うつむきながら生きてることは時々とても適当だったり、所詮は人間なんだと蹴飛ばし、そっと朝まで魚に戻ろう。棚ぼたな優越感だけぶら下げる人を抜け出し、魚に戻ろう。帰ろう。こんなに哀れな
浮世のドラマを海から眺めりゃどんなに映るだろう。中身のつまらぬ幸せ探して知恵ある人類通して殺し合い飛べない僕らがどれだけ取り合う魚に混ざってるって言うんだい。所詮は人間なんだと蹴飛ばし、そっと朝まで魚に戻ろう。待ちぼけ食らって楽園もお預けの人は諦め、魚に戻ろう。この夜そっと泳ごう泳ごう一人で泳ごう泳ごうこの夜そっと泳ごう泳ごう一人で。所詮は人間蹴飛ばし、そっと朝まで。